ティアスタジオは、かつて存在した、日本のアニメスタジオ。株式会社ネクストバッターズサークルによって設立され、東京都杉並区と宮城県仙台市にスタジオを、置いていた。設立当初は、他社のアニメの制作協力を中心としていた。2018年以降、ティアスタジオのスタジオ名で元受けとして、テレビアニメ、ロード・オブ・バー・ミリオングレンの王、なんで、ここに先生が などの作品のほか OVA、フラグタイムの制作なども言っていた。しかし、その後人件費などのコスト高騰により、再三割れが発生するなど資金繰りに苦しむようになり、2019年11月末以降は、代表者らと連絡が取れない状態となった。また SNS 上では、同社で仕事を担当したアニメーターから、報酬未払いの告発が相次いだ。 同年12月13日に事業を停止、同年12月27日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。負債総額は約1億9100万円。このうちアニメーター129名に対する労働債権が約4700万円となっている。フラグタイム制作委員会は破産手続き開始決定当日に 制作費を受領していない関係者を対象に相談窓口を設置した。2020年8月26日に AACGT に吸収合併され、ネクストバッターズサークルは解散。法人格を消滅した。ネクストバッターズサークルに関するカテゴリー。ありがとうございます。